私は今どこにいるんだ。クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエってあの知ってるのか、うん、ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れてもあんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。상황이묘하게되어버렸다올리비에로가라가보자비켜비켜라이것들아머리따구라로하고다니면안쪽팔리냐쥐무채는뭐해이새끼야풀메타캐릭이야찰지구나이새끼야ただのタクシー運転手だ。タクシーの運ちゃんやで。なんやこいつ、ごっつおもろいわ。おう、親父なら今戻ってきたとこや。酒チーと飲んだだけで腹壊すさ。人間終わりやな。ほな、飲み直そうか。親父、なんやタクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ？まだ向かいのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。それが。普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、おお、これはけったいな運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んとき、これがあの伝説の男
元東城会四代目会長桐生一馬はんや。パン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 。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし七代目近江連合で若頭させてもろてます、直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。자7대오미연합서열2위직계와타세조조장와타세마사루오마이가와타세와타세와타세이야이야しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってませんでした。どういう意味だ。どうて、備えなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは、桐生はん、あんたに会うためですせ。何バカなこと言ってんだ。早いとこ、大吾の居場所を教えろ。はあ？居場所って？備えなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。東条会と山笠組の杯を壊すために。東条会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか。ちっ、何とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びで来たんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても、納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますせ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。タンベア、まずは腕試しや。道島の竜がなんぼのもんか試させてもらいます。よっしゃ、踊れな遠慮いらん、殺す気で言ったれ。えっ、まっ、海はな、またしとじちか。どうも。덤벼니시아라너의패턴은봤겠다
さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりが、こないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ、本当のとこ話してもらおうか。何の話でしたっけ。ふざけるな。大吾の居場所だ。お前も極道なら潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間もたっぷりあるんですし。うん、これや、これにしようか。おう、ちょ、兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルハンもこちらに酒の一杯くらいおごらせてください。ふん。どないしました。さあ、お座りください。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか。おう、これはほんまに一番高い酒なんか。はい、そうですが。ええから早よかせ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな。あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。そらちょっと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ。3日前でっか。あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。うん。せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て。お前どこでその話を。わしの大門違いの兄弟分、東城会本部長、会長秘書の青山実からですが。青山だと。青山は堂島会長の秘書です。つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですが、変な動き専用にね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます。さあ、お座りください。ふん。森永らん愛じゃわよ。と入り見わがでいぶろっそ。話してもらおうか。青山との関係について。わしとあの青山っちゅんは1年ほど前杯交わしましてな。大門違いの兄弟分ですわ。だが確かお前は近江の若頭、青山は東城会の本部長。格が違いすぎる。まあ、わしも最初はあないな下っ端と杯交わすんやなんてヘド出るかと思いましたけど、七代目の勧めでしてな、断りきれんかったんです。そこまでして近江の七代目は東城会との交渉を避けていたということか。その通り。仕方なしの政略杯っちゅうわけです。でも七代目がああなった以上、わしもこっから先は好きにやらさせてもらうつもりです。じゃあお前は裏で青山と内通し、最初から大吾を消すつもりで福岡に来たということか。それはちゃいます。わしは青山から桐生藩の情報を聞いたまでです。堂島会長の件には一切関わってまへん。お前この後に及んでまだそんな嘘。嘘ちゃいます。わしはあんたが福岡におるっちゅうことだけ聞いて福岡まで来たんです。
それ以外の目的なんかおまへん。じゃあ聞くが、どうしてそこまでして俺に会う必要があったんだ。お前の目的は近江の八代目の座だろう。俺に会ったところで何一つ優位に働くことなどないはずだ。分かっとるまへんな、キルハン。わしは跡目争いなんか興味ありまへんのや。わしの興味はもっと先、自分が八代目になった時に起こす東条会との大戦争のことだけですわ。なんだと。八代目なんぞ何もせんでも転がり込んできますわ。わし以外近江の跡目になれる男などおらん。それよりわしが八代目になった時、東条会のトップに誰が座っとんのか、そっちの方が重要なんですわ。何を言ってるんだ。東条会のトップは今も後も大悟で変わらない、うん、それが問題なんです。あないなボンボンがトップの組織戦争するに値せん。もっと他にトップに立つべき人間がおるでしょうが。何が言いたい。そう、近江は五代目郷田陣の時代からただの一度も東条会に勝てへんかった。兵隊の数も資金も力も近江の方が勝っとったはずやのに、なんで。ずっとあんたがおったからです、キリュウハン。関西最強の男郷田隆二が仕掛けた戦争の時もそう。あんたは引退した身でありながら、たった一人で近江の関東侵攻を食い止めた。それだけやない、東条会が跡目争いやないふんやらで崩壊しかけとった時も近江は指くわえて見とるしかなかった。それも全て事件の先に桐生一馬という男がおったからです。それは違う。東条会を守ってきたのは大吾だ。俺は自分のやってきたことにけじめをつけるために力を貸したに過ぎない。それです。それがあんたの立ちの悪いとこです。どういう意味だ。見栄もなければ欲もない。そんでもその行動すべてに花がある。せやからその花の匂いを一度嗅いだもんは皆あんたの幻影を追い続ける。きっと堂島大吾もその一人なんやろな。ごたくはもういい。結局のところお前は俺に会って何がしたかった。独長なりち覚悟決めてもらおう思いましてな。東条会への復帰のね。なんだと。わしにとって東条会は全国制覇のため避けられん敵や。ちゃあけど今の東条会は倒すに値せえんゴミの寄せ集めにしか過ぎん。わしがあの関西の竜郷田隆二を超えるためには周りが納得するような足跡を残さなあかん。そのためにはあんたという明確なライバルが必要なんですわ。せやから何としてもあんたには東条会に復帰してもらう。その話するために福岡まで来たわけです。納得していただけましたやろか。どないしたんですか。정말가짜는이유구만。まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルハン。話は分かった。つまり俺を東条会に戻すためにお前が大吾をさらったということか。話は分かったって全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいが、そないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら東条会は内部崩壊するだけや。死にたいの敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。
金勘定ばかりしくさっとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうでヤクザになったんや。親戚ごまん。せやから登場会には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだらわし以外の大海のやつでも潰すことができてまう。そないな登場会わしは困んねや。お前わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや。キリュハン、ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。登場会に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました。もうお帰りですか。勘違いするな。俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか。同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。うん。いらん。四代目、どうしてこちらに。お前たちやはりここに来たか。お前たちと同じ理由だ。近江連合の渡瀬がここに来ていると聞いてな。どうして四代目か。お前らが行けば冷静に話し合うことなんかできない。店の中で殺し合いになるのは目に見えてる。しかし渡瀬が福岡に来たってことは会長の失踪に関係しているのは間違いないでしょ。いや、渡瀬はシロだ。大吾拉致には関与していないようだ。渡瀬がそう言ったんですか。ああ。ちょっと待ってください。近江の話を信じるんですか。会長拉致ったのは奴らしかいませんよ。いや、話してみて分かった。あの渡瀬という男はそういった策を弄するようなタイプの人間じゃない。大吾拉致には本当に関与していないと思っていいだろう。四代目がそうおっしゃるのならそうなんでしょう。でもそれじゃあ会長は一体誰か。そのことで少し話しておきたいことがある。時間あるか。私たちならいつでも。四代目がよろしければすぐにでも伺いますが。당장얘기한다。そうか、ならついてきてくれ。どうしてタクシーなんですか。どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ。どういう意味ですか。ひょっとして内通者がいるということですか。ああ、渡瀬は俺がこの町にいるということも、あの日大吾を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。니들은택시見ねえら。何ですって。渡瀬の情報源は。大吾の秘書、本部長の青山だ。青山組長か。青山は渡瀬の大門違いの兄弟。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し福岡に呼び込んだのは間違いないようだ。どうしてそんなこと。わからない。ただ青山は大吾が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か。
その可能性は、青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです？渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は、渡瀬組をうまく福岡に呼び入れたってわけだ。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東条会との杯を近江が妨害しに来たものだと考える。近江との戦争する危険性が高まった山笠組は焦り、東条会との杯に踏み切る。つまり渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか？だが一つ引っかかる。何がですか？大吾はこの青山の策を知っていたんだろうか？え？どうなんでしょう？何か思い当たる節でも？俺がこの車に大吾を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大吾が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大吾の失踪、裏で絵を描いているのは、ふん、まさか青山組長が。青山は今どこに？それがどうした？青山組長は会長代行として斑目組長との杯交渉に向かっています。なんだと？場所は？長瀬街の北、山笠組本部です。じゃあ한번쳐들어가야겠구만。누가봐도택시로는안보인다진짜자최상층으로가라ピカポチョカグマ。組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。ん？見張りか。仲間を呼ばれると厄介だな。今面倒は避けたいですね。何か策は？ん？あの扉から入ったら見張りの裏に出られるかもしれませんね。なるほどな、行ってみるか。サンダー、どっから入ってきたという。えいっしょ。結局こうなるか。やるしかないようですね。早急に片付けましょう。
달려 달려. 빠세이 가자. 빰빰빠라 빰빰빠. 어? 충성? 이성수. 아오야마 組長. お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が青山。これはどういうことですか。山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえヨボヨボのジジイになるまで組長をやっていただけのことはある。ダイナマイト。こっちの殺意を見抜いていたようだ。俺が目を離した一瞬の隙を見て逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ、弾が外れてくれたおかげで隠し持ってたナイフで胸をひと突きすることができた。どうしてそんなこと。決まってるだろ。天下の登場会が山笠組みてえな小さな組と五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは堂島会長の意思に反する。あなたは堂島会長に背くつもりなんですか。堂島会長だと。元会長の間違いじゃないのか。青山組長、あなた今なんて。現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意思が登場会の意思ということになるんだよ。俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、堂島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいなんだよ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前。早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも登場会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。
입 맞았나? 공포탄인가? 아니게 거라 空砲だよ. あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩に弾当てたりしたら、お上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。 それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴、兄貴、兄貴、森永、青山、貴様。おっと、四代目は引っ込んでてください。 これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。何だと？ いや、頭頭、こいつらがまだらぬ首長。何やと。親父、親父、ヘイゴ、救急車や。早い、親父を病院に運ばんか。貴様、何もんね。 説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも。早く行け。絶対に、絶対にそいつを死なせるな。はい。 親父ばさしたとは悲惨。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけん。死にさらせボケが。モテクリこかして。じゃ、山笠城さより、やはた、やだ。 복싱이야?
탈출해라. 오구두바이! 야하다라니께 말이 열었다! 수근이 기세드렸네! 자! 아스팔트에 긁히는 것보단 이게 낫지? 신용과 같이 개발 중입니다. 세븐이 아니라 키류는 이제 더 이상 주인공 안 해요. 세븐 없고 신용과같이라는 이름으로 다시 나온다고요. 새로 아예 시리즈가 전혀 아예 새로운 세계관으로 아니 우회하라? 빰빰빰빰. 설마 사쿠라 오부키 아직도 못 차? 아니 혼자
雑魚が何倍気が通てじゃあ。じゃあ、終わら。さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ？感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。자오늘용과같이는여기까지만하도록하겠습니다.